だいぶね朝になってきました。こんぐらい明るいとね、まあ今までの普通の動画な感じですね。まあこんなねデイズ動画のね中で言うのもなんなんですけど、ウォッチドックスの実況動画もねこうやってるんですけど、まあそういうねストーリーを追う実況じゃないっていうのをもう前提でやってるので、まああれなんですけど、個人的にはウォッチドックスは正直面白くない。実況動画まだ上げてるのにこんなこと言っちゃなんですけど、なんかね面白くないんですよね。なんかGTA5 を割とこう想像しつつやり始めたものの、まあゲーム内のねコメントというか、まあ僕がね解説してる中にも書いたんですけど、こうオープンワールド系にしては自由度が少ないというか、まあ僕がねまだ全然やり込んでないだけかもしれないですけど、なんかこう自由度がないから面白くない。まあねそのコンセプトはウォッチドックスのコンセプトと GTA5 のコンセプトってまあ全然違うと思うんですけど、それはわかるけど、なんかねちょっぴり面白くない気がしますね。なんかまあ動画の中でもこういろいろ解説してるんですけど、ウォッチドックスはね殴れないっていうのもあるし、殴れるかもしれないけど、まあ、殴れないっていうのと、あとはジャンプができないっていうのと、あとはこう建物とか頑張ってこう上に登るとかできないっていうのと、あとはまあヘリとかね飛行機とかが乗れないっていうのと、まあ乗れないっていうのとって今言いましたけど、乗れないっぽいんですよ。なんか警察はヘリとか乗るみたいなんですけど、こっち側のまあプレイヤー側は乗れないと。まあ、あとはまあ一番ダメだなと思ったのは、まあこれもねコンセプトで主人公のね、エイデンさんの、まあスタイルがコートスタイルなんですけど、コートスタイル以外に着替えることができないと。多分ねこれも多分ゲーム進めれば変わるかもしれないんですけど、今のところはまあコートスタイルしか選べないと。まあコートスタイルしかねこう選べないような感じなので、なんかその辺もねこうやっぱオープンワールド系の楽しみって服装とかこうね変えれて外見が変わるとかいうのがまあ売りだと思うんですよ。売りというかまあ楽しみの一つだと思うんですよ。やっぱりこうデイズだってこうやって外見をねちょっとこうミリタリーチックなので統一するかとか、あと仮面とかこうあるじゃないですか。でまあ最近だとね警察官のコスプレみたいなのができるようになったりとか、なんかそういうのが結構楽しみで、あとはまあ MMORPG も装備変えるとその外見に変わるっていうのも結構ねロールプレイというか楽しみの一つだったりするし、あとはまあそういう、まあ、MMO 系なんか特にそうなんですけど、こうアウトフィットだけ変えられるとかね、装備してるものは強いやつなんだけど、こう外見を変えるだけ用の機能があったりとか、むしろそっちの方が早く欲しいみたいな感じだったりするし、なのでまあウォッチドックスはねその辺がまあコートスタイルだけでしか服装が変えれないっていうのはねちょっとつまんないというか、まあちょっとね気になるところでしたね。
あとはまあオンラインの要素がちょっとしょぼいかなって気がしますね。まあ、そういう意味ではね、やっぱ GTA5 っていうのは、まあ、やっぱ GTA だなって感じがして面白い、面白かった。まあパソコン版がね、秋頃、まあ11月ぐらいとか言われてますけど、まあパソコン版ね、コンシューマー版から1年以上なのか、まあ、そんぐらい遅れて出るっていうのはね、まあさすがにちょっと買おうかなって気にはならないですね。なのでね、まあなんか面白いこうオープンワールド系のゲームがね出てくれたらいいなと思います。今まあ道をねずっとこう走ってきたんですけど、急にね木々がだいぶまばらというか少なくなってきてしまっていて、もしかしたら道を間違えてるじゃないかっていうね気がしてきてます。デイズは結構どこまでもこう行けるんですけど、マップの端みたいなとこになると、あはははこういう感じでね、急にマップの端になるんですよね。こういう風にこうなっちゃうんですよ。これね、一回デイズやり始め戻りますけど、この時どうなってんだっていうのを見たいですけどね。多分何もないんでしょうけど、デイズ買ったばっかりの時にこういう風なところに来てしまって、まあ分からず、おかしいなと思いつつ分からずそのままね突き進んだ記憶があります。で、まあ何もずっとないんでおかしいなって思って引き返しました、その時は。なのでまあめったにねこんなマップの端っこまでこう来る人っていうのはいないと思うんですけど、でも初心者の人って本当にこう、まあ、マップのね位置関係が分かんないので、こういうとこにたどり着きやすいんじゃないかなと思うんですけど、これ多分今南側に向かって走ってると思うんですよね。なので、多分本当に最北西みたいな感じのところに来たんじゃないかなとは思うんですけど、なのでここからねちょっと南下していくと、その新しい街があるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっとね不安になってきたんで、iPad でね、まあ 0.46 時点のマップですけど見ながら確認して移動したいと思います。はい、どうやらねさっきの道を南に行ってたんですけど、おかしいなと思ってもう一回道に戻ったんですよ。で引き返してきたんですけど、これ見入り小屋があるんで、さっきのまあマップの端で最北西かもみたいなことを言ってたのは真西に行っちゃってたみたいですね。なのでもう本当に西の端のところだったっぽいです、多分。で、ここに見張り台があって、そこに、十字路になっているので、ここを、左に折れると、ここですね、ここを左に折れると、北西の方に向かえるっぽいですね。で、ここをちょっと先に行くと、今度は、また十字路みたいな感じになっているところがあって、それを、まあ、東側に折れていくと。これ本当に北西の方に町なんてあるのかな、ちょっと怪しいですけど、まあ、もうちょっと行ってみようかと思います。